はい、皆さん、こんばんは。こいちと申します。それではですね、野党のキャンプを、やっつけに来ましたと。この上に行けばいいのかな？あんまりうるさくすると見つかっちゃいそうだよな。いや、待って、場所がわからん。全く場所がわからん。ああ。どこだ？かさ、もうディーコンの目が高の目すぎてさ、全然わかんないんだよ、場所が。キャンプってどこにある？ちょっと待って。あ、なんだ、こんなとこにマークがあるじゃないか。ちょっとこっち、ここに行こう。さて。なるほど。このまままっすぐ行けばいいんだな。これ音立てるとバレるからな、絶対的に。あ、なるほどね。ちょっとこれ一回止めとこう。よし。敵はどのぐらいいるんだ？うわ、趣味悪いなぁ。ぶら下げてやがる。で、いい立派な家に住んでるじゃねえか。今んとこ姿は見えねえなぁ。ん？いや、でもこの正面突破は絶対きついよな。回り込めねえかな。やっぱ高台取って上から一人ずつ始末していくのがいいと思うんだよね。あ、スナイパーだな。うん。狙ってやがんな。から狙ってる？なるほど。よし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 。いたぞ。うわ。何これ。うわ、こんなとこ通るのかよ。うわ、気持ち悪い。うわー、絶対生きてるだろう、これ。いや、超、うわ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 、勝手に進んでいくよ。うわー、普段と違うボタン。ふぅ、危な。普段とボタン違うよ。よしよしよし。キャンプに潜入したな。ははははははは。あ、いるじゃん。ピコ。あれ？なんかバレてるくね？やべ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 。やべ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 。やべやべやべ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 。敵が。よし、ステルス。ステルス。バレてない。あいつだな。あいつをやろう。頭に、一発。気づいてはないな。マジ？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 うぅ！うわぁ、マジか。ちょっと待った待った待った。そんなつもりじゃなかったんすよ、俺。いや、やべえ。またこうなっちゃったのか。くそ。おのれ。
あ、いる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 よー。よし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 、いいよ、いいっすね。ほっほっ、相手にやり返されるのはどんな気分だ。本当だよ。うわ、いるね。結構いるじゃない。あそこにガソリンがある。おらよ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 。ん？いやー。今回もステルスは無理でした。やるしかないか。見えてんだよ。おっとっと、待って、危ない、危ないね。あそこに二人。よし。あと何体いるんだ。まだあそこのやつが生きてるな。ああ、壁の中入りやった。やべやべ。あと何体いるんだと。まだいるのか。あれ？いや、痛い。そっちじゃねえぜ、マルケ。お前見えてるのか。お前もな。まだいるのか。いねえな。はてさて、これで片付いたのかな？大事そうに瓶しまいやがって。まだいるんだな、どっかに。あと二人か。あと二人いる。この銃撃戦を気づいてないやつが二人いる。どこだ？サプレッサー取れないか。うわ、温泉だ。湯気上がってるもんね。え、いいね。温泉拠点にあるなんて最高じゃん。さてさて、あ、これいきなり狙われそうだな。いぶり出すか。ん？どこにいるんだろうな。でも多分この辺のやつらはやってるはずなんだよな。ってことは、なんか入り口付近の護衛とかなのかな？いやー、どこだ？なんか音とかで。どこにいますか。
もういいんじゃない？相手だって戦意喪失でしょ、完全にこれ。いや、気配がない。あ、いた。いたよ。どうもー。あと一人、終わらせるぞ。さて、もう一人はどこだ？どっかで見張りしてんだな。あ、いた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 。さあ、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 さあ。お休みの時間だぞ。石穂に投げて、と。誰かいた。誰だ。もう仲間は来ないぜ。うわ、大変。よーし。これでもうこいつらに張り込まれる心配はねえな。シェルターがあるはずだ。少し探してみるか。シェルターか。おー、ラッキー。ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き放つ。冷戦を覚えている者は少ないだろうが、あの時代もまた地獄だった。飛行機の音を聞くたびにもうおしまいだ。バカでかい爆弾を落としていくに違いないと覚悟したもんだ。赤狩りの時代もあった。隣人が愛国し、オッケー。初演壇。ほう。あふれるアメリカ人なのか、骨の髄まで真っ赤に染まった共産主義者なのか。いや、なんかもうここら辺全然覚えてないな。昔親父が言っていた、暗黒の時代に身を守るには地下に潜るしかないとか。それで一緒にシェルターを作った。隣人の監視の目があって裏庭は掘れなかったが、だから森に行った。道路から離れた誰にも見つからない場所にな。シェルターがあれば、国家が一瞬にして崩壊したとしても、マンホールの蓋を開けてはしごを降りりゃ安全だ。ラジオがあって食料と弾薬もある。これはいい教訓だ。自分の墓を掘るくらいならシェルターを掘る方がいい。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じる。そうかよ。その安全なシェルターとやらにいた連中を見てきたが、全員とっくに死んでたぞ。何がいい教訓だ、コープランドめ。シェルターあっても倒しちゃうからね。さてさてさて、意外と早くこのキャンプも制圧できたから、じゃあこのまんま、次の目的地ですね。そっちに向かおうか。登れねえのか。いや、どうか。でも結構大きなキャンプだったなぁ。わぁ、雪山だ。すごい。ちょっと待って。綺麗、綺麗、綺麗。おぉ、いい眺めだ。いや、いいね。最高。きっとあそこの天然水。うわ、待って、あっちに富士山みたいなのあった。さて、さて、さて、ここ降りてくんかい？どう考えてもこれ道じゃねえけどな。なんかやばそうだぞ、ここ。あれ、これ何のミッションだっけ？あれ、ちょっと待って。
そうだよね、ネロのヘリを追うでいいんだよね。わあ、ガソリンもないな。ちょっと補充したいね。てか巣も壊せみたいになってんな。あー、うう、お、ガソリン発見。あ、結構物資いっぱいあるぞ、ここ。ちょっと待って、違う、ガソリン入れたかったんです。とりあえずガソリン入れる。いいぞ。どこにいんの？ああ、そこか。次はこの近くにあるな。いや、どうだ。いや、殺せる。撃て！どこ行った？ほらよ。誰か撃たれた。あっちくしょ。ほらよ。ほらよと、こっちの方が早え。まだいるか？なんか人質がいるとか言ってたけど。ん？いや、違うか。そう。やっぱ釘バット強えわ。一撃だもんね、なんせ。しかしもう本当に野党どもたくさんいるわな。あの人質ってのが謎だったけどな。まあいいか。じゃあ、なかなかすぐにはたどり着かせてくれないね。ついでにじゃあ巣を始末するか。ここだったら物資もいっぱいあるから。あそこにも。もう満身創痍じゃんか、ディーコン。待って、ちょっと火炎瓶もったいねえからガソリン使おう。さてさて、どこにある？この近辺、この中かな。バイクから離れろよこの野郎。何やってんだよお前。おい、こら、てめえ何してんだ。だりーやつだな。まだいんのか他に。やろう、ガチャガチャなんかやってやがったぜ。気味悪いやつだな。俺か。オッケイ。ほらよ。やっぱ釘バツ強い。ちょっともうこのさ、快感からは逃れられない。こことこことここか。結構奥にあるんだな。
残りもやっちまいますか。いやだからやっぱね、ハードヒッターつけるともうマジ速攻だね。強いわ本当に。こちら辺かな。ちょっとマップ見ます。ディーコンどこにいる？あ、全然違う、右の方に行けばあるんだな。右の方、こっちか。あ、すぐ近いな、匂いでわかる。ここっぽい。なんかさ、またこうタンクが置いてあんのよ。絶対ここそうだな。この中かな。うん、どうやって入ればいいんだ。いや、スタミナすぐ切れちゃうな。絶対ここだわ。うー、あった。さささあ。ぽい。ドン。どっから来る？あぶね。終わりか？終わりだな。他の巣はどこだ？ちょっとマップを見よう。ディーコンはここだから。あれ？また右の方か。バイクの方に向かえばいいんだな。オッケー。いやー、おっかねえなーマジで。まあ、ここら辺は、ん？あれ、こんなバイクあったっけ。他にもいるのかな、さっきの野党。まあいるんならもうちゃっちゃとやっちゃいたいけどね。いやでもさっきマジでさ、バイクいじってるやつムカついたなこいつね。うわ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 、夜になっちゃったぞ。あ、しかもバイク乗ってる、強制的に。嘘だろ。シャネ、巣は帰りにやろう。俺はただ賞金を稼ぎたくてフリーカーを買ってただけだ。それ以上の理由は何もない。あのヘリを。いやーでもさー、あれを見た後だからな。ランナーだ。お前もだ、この野郎。ち、やばいやばい。ランナーってなんだ？新たな敵来たな。待て、こっちでいいのか、道は。くそ、あいつ、やられたぜ、だいぶ。あ、あったあったあった、ヘリいたぞ。よし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 。一体何をやっているんだ？よし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 、このまま追いつこう。おっと、待った、速度が落ちたぞ。お、降りる気かもな。よし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 。
おー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 おおおおいきなり。うわー大丈夫か。うわーやろう。あでも撃たれてないんだ。うわまた来た。カーチェイス？でも単なる警告だろう。奴らが本気で狙ってたらとっくに死んでる。自殺運動の話覚えてるか。ああだからそりゃねえって。じゃあな。さーて追いつく。あなんか降りてるんじゃない。やべえやべえ大軍大軍。うわーすごいぞ。こんなとこからスタートすんの。うわ溜まってんじゃんそこに。全部連れてってよ。あ奥の方走ってったわ。うわーまたかー。なんだなんだなんだ。あれを拾えばいいのか。いやこれどうすっかな。まあこの数だったら全然楽勝だからいいんだけどさ、まあ、できることならやりたくないよね。バレた？あそうだこれ使おう。よし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 。頭いい。うわ、いた。おんま。何しとんじゃ、こら。やべやべやべ、バレたか。あーあっ。くそ、結局やるはめになっちまった。ふう終わった。ん？あでもネロの注入器がある。俺今これ欲しい。先にこっち欲しい。よし。なんか判定がおかしいんだよね、たまーに。いや、ああ、取れないのか。なんだ、注入器かと思ったぜ。じゃあ、これで。うわー、びっくりした。うわー、ちょっと。くっそ、どこ行き合った、あいつ。だー。ああ、びっくりした。ちょっと、超驚いたぜ。リュックサック。背負ってんな。よくわかんねえが、フリーカーを集めてるようにも見えた。ニュートに首輪みたいなのをつけて、追跡装置でもとっつけるつもりかもな。フリーカーを集めてる？どういうことだ？だから、奴らを捕まえて、実験用のサンプルかなんかを取ってるんじゃないのか？たく、どうかしてるぜ。スウォーマーが突っ込んできたんで、奴らは逃げてったが、無線機を落としてったんだ。おめえ、まさか、サラが生きてるって。いや、そんなはずはないと思うが。でもあの時サラを預けたネロのやつ、オブライアンも生きてたんだ。とにかくやつを探し出してサラのことを聞いてみる。そうか、わかった。腕の傷が治ったら俺も手を貸せ。あいつを見つけようじゃねえか。ああ絶対にな。また後で連絡する。じゃあな。
さて、オブライアン、どこにいやがる？いや、なんかブーザーさん、意外と普通に喋ってるけど、腕の傷は大丈夫なのか？あれあらあらあら、ムービーが。あ、回想シーンってことかな？道を教えてもらえないかな。何迷ってるの？そう、オールドベルナップって道探してるんだけど、なかなか見つからなくて。からかってるんでしょ。いや。何？何なの？ねえ。最高。信じられない。ほんともう最高。で、道のことだけど。悪いんだけど、そのベルノック？ベルナック？ベルニー？ベルナップ。ベルナップ、そうそれ。本当に悪いけど、私もわからないわ、ごめん。うん、ダメか。ダメね。そっか、まあ、ありがとな。ちょっと！今いい顔してたね。もう聞いてくれないかと思った。私はサラビーコンだ。あ、手汚しちゃってごめん。これどうやって、そのだって普通にまた上がればいいさ。わかった。こう、オッケー。いいわよ。ちょっとしっかり捕まってろ。どうもありがとう。気にするな。この辺りって何もないから。これ俺の運転か？大丈夫か？そんなことはない。ああ、大丈夫だね。よしよしよし。クレイジーウィリーだってあるし、それに。でも携帯の電波すら入らないし。まあな。うん、だから、その。それで、こんなところで一体何をしてるんだ？ほんと、何をしてるんだかね。研究をしてるの、その、いろいろとね。そりゃ、ずいぶん適当な説明だな。ごめんなさい。植物関係よ。植物関係？ええ。ねえ、待って、危ない！大丈夫か？でも、死ぬかと思った。おい、本当に平気か？大丈夫。何なの？よかった。電波が届いてる。もしもし？大丈夫。でもあの車、とんだポンコツね。エンストした。今、そうね、ここどこだろう。42号線。2キロぐらい行ったところ。じゃあ車で待ってる。なあ、車のところまで戻るんだろう。送るよ。どうしよう。まあ、さっきのやつらが戻ってきたら喜んで乗せてくれるだろう。それは絶対や。ちょっと待って、今乗るから。急がないと奴らが。分かったから行きましょう。でも今度は安全運転でね。迷ってたってのは嘘でしょ。元カノに言わせりゃ俺は人生迷いっぱなしだそうだから。そんな風には見えないけどね。
で、どこから来たんだ？シアトルよ。でも会社が最近この近くに研究所を作ったから、それでこんな辺境の地にやってきたってわけ。植物を調べに？ええ、そう、その通りよ。それで、そうそう、あるバイオエンジニアリング企業の仕事を引き受けていてね。それで、ある希少な植物が必要なんだけど、それがたまたまここに生えてるってわけ。へえ、すごく面白そうだ。ああ、なんだあいつら。フリート、見てみろ。嘘でしょ。おい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 、やべ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 、これ俺だ、俺がやってるんだ。よし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 、マック回避も、あ、回避できない。ちょ待って待った、おらよ。あ、くそ、なんだお前、あー、ちくしょ、あ、くそ、うやべやべ、なんだこの、あ、ちゃちゃ、ちくそ、うわー、やられたー。マジマジか。さっきの勢いはどうした？たくや、頭の悪いが悪いぞ。そうだ、いいぞ。たまってんじゃねえぞ。たっぷり思い知らせてやるからな。マジか。くそ、逃げるぞ。おい、待て、早く出せ。ほら、撃っちゃった。信じられない。嘘。ああ。どうしよう。なあ。ごめんなさい。私慌てて、あなたのカバンにこれが入ってるのが見えて、それで、ああ。人を殺すところだった。まあ。嘘みたい。殺すつもりなら、ちゃんと狙わないとな。こんなことしたの初めてなの。ただ、落ち着け。もう大丈夫だ。銃が見えたから、警察呼ぼうとしたんだけど、ここ電波が届かないみたいで。迎えが来るまで、一緒にいるから。そうね。ありがとう。初めて銃なんか撃ったわ。そいつは驚きだ。そう？いや、ちょっと今のディーコンの最後の表情やばいな。なんか、なんか俺、ジーンときたな、なんか。いやー、これはね、なんだろうね。うわー。な、あ、待って待って待って、やばいやばいやばい、やばい、やばい、頼む、ちょっと待って、頼む、頼む。待ってくれ。これ降りればなんとかなる？降りればなんとかなるか？いや、待った。何？そういえば橋の横のパンケーキ屋のそばだって言ってた。ちょっと待って待って、今俺感動してたのに。なんだ、どこだ？いいかい？あそこか。あ、ちくしょ。まずはお前をやる。ドニオ、ちょっとこっちは今感動してたんだぞ、この野郎。ああ。ああ。うわ、ちょっと今俺、うわ、泣きそうだ、感動しそうって言ってたらさ。そうすれば、最近ドリフターの連中から仕入れた銃を撃ってやってもいい。ちょっと待って、今、ぐるるって聞こえた。いや、今の、はい、そう、あの、最後の、ディーコンが無言で、やってたあの、シーン？やばかったな、あれ。なんか、ちょっとこう、泣きそうな、っていう、なんとも言えない表情？あれは、ちょっとね、ぐっときたな。そしたらいきなり野党が来たからね、ちょっと驚いたね。
そしてあれよ、バイクが落ちかけているっていうね。いやー、あー、早くサラを見つけ出してやりたいな、ディーコンのためにも。そしてこのバイク大丈夫かな、これ乗れるかな。あー、あ、よし、オッケー。で、何だったんだろう。とりあえずじゃあちょっと待ってくださいね。次は、あ、ここか、目的地。あ、さっきのとこか。あー、そうっすね。じゃあちょっとここの、マリンフォークスで目撃された生存者を探す、ここは次回の続きでやっていきたいと思います。いやー、じゃあびっくりしたなー。え、そんなに重たいの、あの箱。いやー、ちょっとなんか、なんだろうね、いいシーンの時にすごく水を差されたような、まあ、感じではありましたね。はい、ということで、本日はここで終了したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。